ここで注目。ネズミと聞くとみんなネズミの仲間だと思うかもしれませんが、実はネズミは小さく分けたグループで、げっ歯目と呼ばれる大きなグループの一部なのです。ここ、とても注意。この歌でのネズミのことはげっ歯目のことです。げっ歯目だ、げっ歯目だと思ってくださいね。以上、豆知識でした。